大名両国制とは、中世日本における守護大名、戦国大名による両国支配体制を指す。近世の反体制については、大名両国制の延長上にあるものの、幕藩体制の一部として、別個のものとして扱われているものと見るか、大名両国制の否定の上に成立した新たな体制と見るかで見解が分かれる。さらに、守護大名の体制を、 大名両国制の前段階の守護両国制として捉え、大名両国制を戦国大名による両国統治体制に限定する見解もある。戦後、佐藤新一や長原刑事らによって、大名両国制の理論形成が図られたが、歴史学者間でも、その定義に関しては様々な見解がある。大名とは本来は単一の名を支配する名主を、 商名と呼んだのに対して、こうした複数の商名を従えた、非地域的な名主を指した。彼らは、検問の中でも弱小なそれに過ぎず、中には、鎌倉幕府によって、守護、自党に任じられるものもあったが、大盆参加上の行使などその権限は、限定的なものであった。室町幕府の下で守護は、南北朝の内乱による、危機克服の名目のもとに、決勝処分、 犯罪執行、単選収集の権限を獲得して、国画機構及びその権限を摂取し、さらには国内の小名、大名の後ろ身である国人を悲観化して、その地域唯一の大名としての地位を形成した。この時期の大名両国制を特に守護両国制と呼ばれるが、この体制を大名両国制の初期の形態と見るか、大名両国制が成立する以前の段階の、 体制と見るかで意見が分かれている。これは守護大名の権力はあくまでも室町幕府の権威の存在を前提にしており、大名を自らに由来する権威に基づく支配ではないこと。国内には守護大名から自立した荘園及び国人の存在が見られ、その地域唯一の大名としての地位を確立したとまでは言えないという考えに由来している。守護大名の中には、 応仁の乱があるいは名王の政変以後に、室町幕府に依存した両国支配を改めて、治行政による国人領主の過信化と、土地、人民支配の一元化を実現させて、戦国大名となった大名も存在したが、大名家の有力な分家や、国内の有力黒人領主による下国上による守護権力の排除と両国支配の確立を行って、 戦国大名化した者も,も少なからずおり、また守護大名は原則として両政国単位で任命されていたのに対して戦国大名の両国は既存の行政区域に限定される性格のものではなかった。彼らは所領内に自らの軍事力と裁判権に裏打ちされた独自の領地貢献を確立してその保障があって初めて土地の所有と支配が認められることとなり、 それを維持するためには、土地の所有、支配者は、戦国大名の家臣となるしかなかった。そもそも、この時期には、有力農民の領主化や国人の階層文化、諸子、不大家臣の自立の動きなど、既存の権力では、十分に対応できない事態も生じるようになった。こうした中で、守護大名などの既存の支配者と上昇を目指す、信仰の支配者との政治構想、 軍事衝突が頻発し、その勝者が領地貢献を有した戦国大名としての地位を確保したのである。戦国大名は県地の実施と文国法の制定、軍役の確立を通じて独自の支配体制を強化して家臣、人民を支配し、さらに両国支配の安定化のために周囲にさらなる土地を求めるようになった。かくして全国の戦国大名が各地で衝突し、 弱小大名は、両国支配から排除されるか家臣として編入されるようになり、有力な大名ばかりが残るようになっていった。そうした中で、全国規模に適用される、領地貢献を有した支配者、すなわち天下人の登場が求められるようになり、天下府部を掲げた、小田政権、続いて、総無事を掲げた、豊臣政権によって、全国統一が進められ、 ついで、源内演武を実現させた、徳川政権が成立することになる。江戸幕府の下でも、各地の藩を統治した大名たちは独自の藩法と一定の完結性を持った経済圏の形成によって、一定範囲内での独自の領内支配が認められて、いたが、これを大名領国制の延長と見るか、それとも、封建的な主従関係を有した。 地方官僚による統治に過ぎないと捉えるか意見が分かれる。ありがとうございます。